日産、シルフィ日産、B17 日産、セントラ日産、B17 日産、パルサー日産、B17B17 B は、日産自動車が2012年より製造、販売している、c セグメントクラスのセダン型乗用車の形式名。世界120カ国での販売が行われる、世界戦略者である。日本、中国、大市場などでは、 シルフィとして北米市場などではセントラとしてオセアニア市場ではパルサーセダン台湾市場ではスーパーセントラセントラやロセントラとして販売される2012年4月に中国において開催された北京モーターショーにおいてシルフィとして発表され同年7月に中国市場で最初に発売された中国市場に続いてタイ市場では同年7月に 北米市場では10月に、日本市場では12月に発売された。形式は、シルフィの G 系ではなく、サニーやセントラの B 系を継承した B17 となっている。シルフィとしての生産は、中国関東省甲州市の東風技社有限工師、加藤工場及び、サムットプラーカー案件の対日産体工場、神奈川県横須賀市の日産自動車追浜工場で行われ、 タイで製造されたモデルは、中国と日本と台湾を除いたアジア各国のほか、オセアニア、中東市場へと輸出される。追い浜工場における生産者はすべて日本、国内向けであり、ボディシェル本体、エンジン、トランスミッション、バッテリーなど、部品の35%のみを国産としており、それ以外の65%の部品を生産が、先行したタイ及び中国からの輸入とし、 ボディパネル部品の一部も輸入している。日本での月間販売目標台数は600台と少数だが、こういった形でのノックダウン生産を行うことで、追い浜工場の稼働率を上げ、日本のものづくりを守りながら、採算も確保することが目指されている。セントラとしては、5代目 B15 型及び仙台である6代目 B16 型はメキシコのみで生産されていたが、 このモデルでは、アグアスカリエンテス州のメキシコ日産、アグアスカリエンテス工場のほか、アメリカ合衆国の北米日産キャントン工場での生産も行われ、生産能力、雇用の増強が行われた。アグアスカリエンテス工場については、B17 型生産のために1億5000万ドル以上の投資が行われており、同工場で生産されたセントラは、メキシコ国内向けのほか、アメリカ、 カナダなどへの輸出が行われる。また、台湾においても2013年10月より、広高日産2社での生産を開始。社名は、先代のブルーバードからスーパーセントラに改名している。これにより、全世界中から、ブルーバードの社名で販売される車両が消滅した。エンジンルームエンジンには、当初、 1.6リットル直列4気筒の HR16 出型と、新開発の1.8リットル直列4気筒マラ8出型の2種類がラインアップされ、HR16 出型には5速、MT 及び CVT が、マラ8出型エンジンには6速、MT 及び CVT がそれぞれ組み合わせられる。新開発のマラ8出型エンジンは、同排気量の MR18 出型エンジンと比較して、 ロングストローク化、燃焼効率の向上及び冷却損失の低減、また最高出力の引き上げが図られている。CVT には、ジアトコ製の副変速機付き JF-015E 型、CVT7 が採用された。2014年10月には、シンガポール市場に1 6リットル4気筒直噴ターボエンジンである MR16、DDT 型エンジンを搭載した、スポーツモデル。 シルフィ SSS が追加されており、こちらには6足、マニュアルモード付きの CVT が組み合わせられる。プラットフォームには B プラットフォームをベースとした新開発のものが採用され、これにより B16 型セントラ比で約 68kg の軽量化がなされているほか、室内空間やトランクルームも拡大している。車体については先に発売された二代目 C12 型 TE だと、 多くの部分を共有している。ブレーキは、フロントは全車ベンチレーテッドディスクブレーキだが、リアブレーキは市場により異なり、中国仕様及び大使用、欧州仕様,仕様台湾仕様は全車ディスクブレーキが装着されるが、米国使用者では全車ドラムブレーキで一部グレードにのみ、ディスクブレーキがオプションで装備され、日本仕様車は国内の道路、交通事情の関係上、 全車ドラムブレーキでディスクブレーキは設定されない。エリュールヘッドランプやフロントグリルなどといったエクステリアデザインには2010年11月に開催されたロサンゼルスオートショーで発表されたコンセプトカーエリュールのデザインが一部取り入れられている。またテールランプには LED が採用されヘッドランプにも一部市場の一部グレードを除いて LED クリアランスランプが装着される。 ボディサイズは、仙台 G11 型ブルーバードシェルフィと比較して、全長プラス 5mm、全幅プラス 65mm、全高マイナス 15mm とし、よりワイドアンドローなプロポーションとしており、またショルダールームをプラス 30mm とし、レックルームは仙台の値を維持している。また、仙台セントラとの比較では、全長プラス 58mm、58 mm 全幅マイナス 30mm、全30高、mm、マイナス 15mm となり、車幅は狭まったものの、空力性能の向上のためには、アンダーフロアにフロントスポイラーやタイヤリフレクターが装着され、CD 値は仙台 G11 型シルフィの0.32から0.29まで向上している。また、北米使用者の仙台 B16 型セントラの CD 値、 0.34との比でも CD 値は向上しており、低燃費グレードの FEK は CD 値を0.27まで向上させている。仕向けによって後席の仕様が大幅に異なり、シルフィ、パルサーでは背もたれが可等式ではなく、センターアームレストスルー機構が備わり、鉱石中央にもヘッドレストが備わる一方、セントラでは 左右席のヘッドレストが一体式となり、中央席分が省略されているが、背もたれに6、4分割下等機構が備えられている。なお、パーキングブレーキは、シムケチにかかわらず、レバー式が全仕様を共通で、センターコンソール前の左側に設置されるため、右ハンドル仕様の場合は、運転席側から遠い位置となる。2016年までに、 世界120の国と地域に投入され、全体で年間50万台の販売が計画されている。日本使用者中国市場のほか、日本市場、大市場などではシルフィとして販売される。このうち中国市場では G11 型ブルーバードシルフィがシルフィとして販売されていたため、シルフィとしては2代目となる。日本市場では、 仙台 G11 型が2代目ブルーバードシルフィとして販売されていたが、シルフィブランドが定着したためにこのモデルでは、社名から、ブルーバードの名前が外された。これにより1959年の初代ダットン、ブルーバードの発売以来53年続いた、ブルーバードの社名が消えることとなった。一方、タイでは、隣国のマレーシアセランゴール州のタンチョン。 モーター工場において G10 型が製造されていたが G11 型の販売はされておらず T ダラティオの後継者として投入された中国使用者2015年改良型中国使用電気自動車中国使用車には下から GXLXV の3グレードが用意され1.8リットルのみが用意される 最上級グレードの XV 以外には1.6リットルエンジン搭載車と1.8リットルエンジン搭載車が用意され、また組み合わせられるトランスミッションは 1.8G、1.8XV は CVT のみ、それ以外のグレードは CVT のほか MT 仕様も用意されるが、1.6リットル車には5速 MT が、1.8リットル車には6速 MT が組み合わせられる。 最上級グレードの XV には17インチアルミホイールが装着され、それ以外には16インチアルミホイールが装備される。XL 以上のグレードにはサンルーフや運転席、パワーシート、本革シートが標準装備され、XV にはカーナビゲーションシステムなども標準装備される。また、 LED クリアランスランプ及びドアミラーウインカーは 1.8XL 及び 1.8XV のみに標準装備される。対象車者にも中国使用者、同様1.6リットルエンジン搭載車と1.8リットルエンジン搭載車が用意され、前車には2014年より CNG 使用が追加されている。グレード構成は1.6リットルエンジン搭載車が SEV 1.8リットルエンジン搭載車が V、VL となり、全グレードに CVT 車が設定されるほか、S のみに高速 MT 車が設定される。V、VL には、インテリジェントキーシステムや、本革シート、鉱石エアコン吹き出し口、LED クリアランスランプなどが標準装備され、VL には、カーナビゲーションシステムも標準装備される。サイレグレードの S には、 ABS、イブド、BA やドアミラーウィンカーが装備されない。ホイールは全車に16インチアルミホイールが装着される。日本使用車は1.8リットルエンジンに CVT が組み合わせられたモデルのみが用意される。発売当初は下から S、X、G の3グレード体制だったが、2015年1月に G をベースとしたグラン、同年8月には、 X をベースとした、オーテックジャパン仮想グレード、S ツーリングが追加され、2016年1月現在は、警護グレードとなっている。G、ジールグラン、S ツーリングには16インチアルミホイールが、標準採用されるが、G と他にグレードではデザインが異なる。S および、X にはセレナなどの複数車種に採用されている、ものと同の15インチフルホイールカバーが装着され、 スタで設定のある17インチアルミホイールは未設定である。S を除いた全車にオートライト、インテリジェントキーシステム、ドアミラーウインカー、オゾンセーフフルオートエアコン、鉱石エアコン吹き出し口が標準装備され、S ツーリングには、X にエアロパーツと16インチアルミホイールなどが追加され、G には、X にクワイロックスピーカーや、キセノンヘッドランプ、木目調フィニッシャー、 SRS カーテンやバッグが、そして G ルックランは本比較シートや専用デザインの16インチアルミホイールなどが G から変更される点である。なお、日本使用者はトランクリット右側にキーホールが備わり、メーカーオプションの設定が全くない。シンガポール市場には2013年3月に投入され、当初は HR16 で型エンジンを呼び、 マラ8手型エンジン搭載モデルが設定されていたが、2014年10月には、新たに MR16DDT 型エンジンを搭載するシルフィ SSS が追加された。2019年7月、中国で B18 型シルフィ登場。それに伴い、G11 型シルフィクラシックの販売を終了し、B17 型が1.6リットルエンジンのみに絞られ、シルフィクラシックとして、 継続販売される。北米仕様、セントラ SR2012 年販売型北米仕様、セントラ2015年改良型アメリカが主衆国の、他、カナダ、メキシコといった北米各国並びに、ロシアにおいては、B17 型が6代目 B16 型セントラの後継者として販売されている。米国使用者には、下から、S、FES、SV、FESV、SR、 SL の軽六グレードが用意され、1.8リットルエンジンのみが用意され、S には6速 MT と CVT が、それ以外のグレードには CVT のみが組み合わせられる。リアブレーキは全車ドラムブレーキだが、SR、SL のみでディスクブレーキをオプションとして選択することができる。また、SR、SL 以外は16インチホイールカバーが装着され、 SR には専用デザインの17インチアルミホイールが、SL にはシルフと共通デザインの17インチアルミホイールが装着される。スポーティグレードの SR には専用フロントバンパー、サイドシルプロテクター、スポーツフロントグリルも装着され、低燃費グレードの FES および FESV には低転がり抵抗タイヤやリアスポイラー、リアタイヤディフレクター、 アンダーボディディフレクターが装備される。LED クリアランスランプは全車に標準装備されるが、ドアミラーウインカーは最上級グレードの SL のみに装備される。2015年改良型では大幅にフロントマスクが変更され、近年の日産車におけるデザインアイコン、V モーションを取り入れたものとなった。エマージェンシーブレーキや LDW などといった安全装備も、 積極的に取り入れられている。また、一部グレードにおいては新たに、ロビームに LED ヘッドライトも採用されている。また、2015年改良型からは新たに、MR16DDT 搭載車をベースに、ニスモも設定されている。台湾仕様2012年販売型、セントラヤロ台湾仕様2012年販売型、スーパーセントラ5カバンリア。 台湾使用者については G11 型ブルーバードの後継車種としてスーパーセントラの名で販売される。かつて同市場では g 1点0型がセントラの名で販売されていたため事実上のリバイバルネームである。メカニズムは日本使用のシルフと同様、全車がマラ8でエンジンにエクストロニック CVT の組み合わせのみとなるが、グレード体系は大きく異なり、ヘテン版、電気版、 豪華版、豪華影音版、機関版の保守となる。グレードにより、日本仕様には用意されない、サンリューフ、17インチアルミホイールなどが用意される、反面、シルフィに備わるセンターアームレストスルー機構は、省略される。2014年12月2日には、台湾向け限定仕様として、オーテックジャパンと共同開発した、セントラエアロを追加。専用のフロントエアダム、 サイドステップ、リア,アンダースポイラートランクスポイラー、専用17インチアルミホイールを装備している。なお、アルミホイールを除いたすべてのアイテムは2015年8月に日本市場で登場したシルフィエスツーリングと同一品である。2017年11月3日、北米仕様とほぼ同様の外観に改良されると、同時に社名からスーパーが取れ、単にセントラとなった。 エアロパーツ仕様のセントラヤロも消滅している。グレードは、豪華版、機関版、ミコト尺版の3種。豪衆仕様パルサー ST オセアニア市場においては、パルサーセダンとして、パルサーハッチと共に販売される。オセアニア市場においては先々外の G10 型ブルーバードシルフィが、パルサーの名称で2006年まで販売されていたが、 t ーダセダンが後継者として発売されたことによって一時パルサーの名称が廃止されており、B17 型パルサーセダンの登場により6年ぶりにパルサーの社名が復活した。公衆市場では当初は ST、STL、TI の3グレード体制が取られ、1.8リットルエンジン搭載車のみが用意された。ST 及び STL には6速 MT と CVT が TI には CVT のみが組み合わせられる。STL および TI にはドアミラーウインカーや LED クリアランスランプが装備され、ST および STL には16インチアルミホイールが装着され、最上級グレードの TI には17インチアルミホイールおよびカーナビゲーションシステムも装備される。途中の年次改良により TI は廃止され、変わって TI の一部装備を引き継ぎ、エアロパーツや、インテリジェントキー、プッシュスタートボタン等を追加し、MR16DDT 型エンジンを搭載した、シングレード SSS が設定された。なお、トランクにキーホールが備わる点は、日本仕様のシルフィと共通である。オーストラリア市場については、販売不振のため、ハッチやマイクラと共に2016年をもって撤退した。 ありがとうございます。